お、どうしたどうした、臨時ニュース突然始まったぞ。どうしたどうした、どうもこんにちは、みつきです。ポケモンチャンネルやっていきましょう。番組ディスクなくなる、何それ、え、なんか臨時ニュース一部、あ、え、アニメパート、マシャマシャ、あ、バシャーモさん、マシャバシャーモさん、いや、イケメン、あ、コイルさんかわいい、しっかり運びます。あー、あ、落としました、かわいい、いや、待って、コイルかわいい、探してこい。ディスクを見つけたらコイルまで、え、かわいい、コイルさん困ってるね。いや、もう、でも電源つけて続きからって選んで、もう、あの、スタートしたら、途端にこれですよ。もうびっくりした、自分今。あ、ピッ、あー、ピカチュウ。大変なことが起こったね。いや、オーキド博士、PNNN は見てくれたかね。これなんて読むんだろうね。PNNN 見てくれたかね。大変なのじゃ、今日から放送予定のピチューブラザーズパート5のディスクがなくなってしまったのじゃ。これね、申し訳ないけどみんなにお見せできないものなんですよね。なんかね、ちょっと著作権が引っかかるようなので、ちょっとね、放送ができないんだけど、だからこれ自分一人で見るやつなんだけどね。ディスクがなくなったのは雪見山の山頂らしい。雪見山は美月くんの家からバスですぐじゃ。どうか探してきてもらえんかな、頼むぞ。 OK、 雪見山はね、もうパスゲットしたから行けるようになったからね。あー、探しに行こっか、ピカチュウ。その前に、デリー。あ、今日雨降ってる。いいなー。萌木草原は雨降ってるかな。ちょっとさ、雨のポケモンとかもね、出会いたいよね。いやー、ちょっと本当にさ、ゲーム始めてすぐに事件が起こったからね。いや、本当に油断ならないわ、このゲーム。本当につけたらすぐ何かしらが起こってるからね、これね。いやー、忙しい、忙しい。今日もいい始まりじゃないですか。まあ、ディスクをじゃあ見つけに行こっか、今日はね。ゼニゼニショッピングで買った商品が届いた。ここはカットかな。あ、でもここか。でかいぬいぐるみ。あ、嘘。誰の隣じゃん。かわいい。お、ディグダぬいぐるみ。あ、ディグダはそちらに置かれるんで。そしてこの人影ぬいぐるみはそこなのね。え、なんか人影だけちょっとなんか、はぶられてない。あの人影ぬいぐるみって本当に人影ぬいぐるみ合ってる？おお、みつきくん、ずいぶんたくさんナイスカード集めたものだ。今、あの、パックをね、二つくらい開封したんでね、結構集まりましたね。ナイスバインダーもいっぱいになってしまったの。よし、ではまた新しいバインダーをプレゼントで、あ、大木戸博士ありがとうございます。忙しいな、忙しい。あ、これコエルさんが持ってきてくれる。あ、コエルさん、今大変な時なのに、ありがとうございます。こんなことしてる、大丈夫、コイル。あ、かわいい、かわいい。待って、待って、めっちゃコイルに絡まれてる。待って、待って、待って。いや、マジで、ミツキどういう動きしてんの、今のアングル。今のどういうことなの。え、やっぱりロボットなの。ちょっと、わかんないな、ミツキくんが。これは、ザ・ナイス・バインダーといって、ナイスカード101種類も入れることができる。あ、多分これ最大じゃないかな。そうそう、また中にいいもの入れておいたぞ。開けてみてのお楽しみじゃ。では、これからもナイスカードをゲットじゃぞ。頑張ってくれ。ありがとうございます。多分全101種類じゃないかな。え、ちょっと待って、ナイスカードも気になるんだけど、あ、でも、ピカマルも気になってるなら、ちょっと見よっか。こっち先にね、人影のぬいぐるみちょっとすごい気になってるんだけど、これは、もらったやつだね。何が増えてんのかな？ちょっと探ってみるね。やどん、やどん。多分ね、あの、新番組で追加されたポケモンたちの、この、プラチナカードが多分ね、入ってると思う。やどんさん、いい声だな。やどん。めっちゃいい声。やどんと、ラッキーさん結構声低い。なんか、気だるげな感じですね。ラッキーって。もっと可愛い声を想像してしまうね、見た目的にね。めっちゃなんか、声が落ち着いてていいな。いいっすね。あー、メリーブ可愛い。カードが可愛い。
これね、メリープのなんか牧場でなんかおねんねする感じのね、羊を数えるお休み番組をね。メリープさん、あー、いい鳴き声してるな。あれ、デリバードって前あったっけ？なかったよね。確か今、初めてこれやってる気がする。このデリバードさんのデリーがいつでも聞けるの？あ、めちゃくちゃ嬉しい。ああ、いつも配達はご苦労様です。ありがとうございます。あなたの配達のおかげで私の生活は潤ってますからね。ありがとうございます。そしてドーブルか？なんかこの芸術性あふれるこのポーズ、いいね。すごい芸術家さんって感じがすごい強いポーズだぞ。いいね。あー、ムチュールさん。ムチュールさ、すごいよね。二つ冠番組持ってるもんね。ムチュールエクササイズとさ、なんかムチュムチュランキングっていうランキングの、なんか謎に、美月の私生活暴かれる謎の番組が始まったんだけどさ。赤いメガネがよくお似合いで。あー、ムチュールさん、いつもお世話になっております。このくらいかな。結構いろいろたくさん集まってきたね。今101分の59枚集まってるね。多分ね、101がマックスだったと思うんでね。101枚集めたいね。それでさ、気になってんだけどさ、このさ、不思議タレとゼニガメはさ、なんか隣に並んだじゃん。すごい可愛いじゃん。だからここら辺に人影が来ると思ったじゃん。お、ちょっと待って、どうした？ベッドの下を調べたいようだ。あ、それ今日やりたかったやつなんですよ。じゃあ、いいよ、調べてください。あー、ピカマル、かわいいぞ。頼んだぞ。これね、その前回やった、その、実は一個やっていないことがあるとお伝えしましたことなんですよ。これね、このベッドの下の段ボールをね、調べるとね、あることが起こるんだよね。ちょっと、人影のぬいぐるみ、スルーしちゃって申し訳ないけど。ピカマル、取れるかい？取っていただけるかい？で、時刻もね、ちょっとね、今日夕方の時間に合わせて来たんだよね。夕方に雪見山に行くと、確かクロバットがね、飛んでるっていう噂がね、ニュースでやってたんでね。あー、来た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 。なんか、突然、ニョキって現れたね。どうした？ダンボール引き出すとこじゃないんだ。びっくりした、今。ピカマルがベッドの下からなくしたポケモンミニケースを見つけてくれた。このポケモンミニっていうのでね、遊べるんだよね。中のポケモンミニも、カビゴのラインチタイムも無事だ。ピカマルにお礼を言わなきゃ。ありがとう、ピカマル。ピカマルのおかげで遊べるようになったぞ。ポケモンミニで遊べるようになった。これさ、ゲームの中のさ、ゲームってすごいワクワクするよね。ちょっとじゃあ、人影先ちょっと調べていい？順番ガチャガチャでごめんね。あー、家具じゃなくて、あの、人影のぬいぐるみをちょっとチェックしたかったんだよ。ごめんね、ピカマル。ちょっと、違かったわ。こっち。こっち、こっち、人影ぬいぐるみ。これちょっとピカマルちょっと持ってきてくれない？持ってきてもらえないかな？なんで人影だけこっちなの？やっぱりこれさ、ちゃんとした人影じゃないの？なんか他のさ、クオリティは結構高いのにさ、人影ぬいぐるみだけなんか若干さ、なんだろう、目が小さいのかな？なんかさ、ちゃんと人影じゃない気がするんだよね。人影もっと可愛いイメージあるけど、なんか微妙な顔してるんだよね。私の主観的なそういうことなのかな。でもやっぱ人も人影ぬいぐるみって書いてあるからな。うん。あれは人影で合ってるのかな。だとしたらここに飾ってほしかったね。なぜかやっぱり仲間外れちょっと切なくなってしまうけど。じゃあ、早速じゃあポケモンミニで遊んでみましょうか。やっぱね、これで遊びたかったんですよ。これ、あー、なんか、たくさん種類がありそうだね。これも、ゆくゆくはたくさん集まっていくのかな。だからそもそもさ、奥のなんか絵がすごい可愛いんだけど、ブラッキーさんいるじゃん。いいね、ブラッキー。いや、いろいろいる、かわいい、かわいい。じゃあ、まずはじゃあ、最初のこれだけで遊べるのかな。カビゴーのランチタイムで遊びますか。まず説明を見よっか。食いしん坊のカビゴーに食べていいものを教えてあげて、早くしないと食べられちゃう。え、早くじゃ食べられ、え、ポケモンが食べられちゃうのかな？何が食べられちゃうの？ポケモンチャンネルオリジナル。これポケモンチャンネルでしか遊べないポケモンミニのゲームって感じ？ポケモンミニっていうリアルでのそういうなんか遊ぶ道具みたいなね、あったのかな？自分ちょっとポケモンミニはね、詳しくないんだよね。知ってる人いたらぜひ教えてほしいんだけど。カビゴのランチタイムじゃあ遊ぼうか。あ、画面大きくもできるの？画面大きく、X、ここ？ああ、いいね。カビゴのランチタイム、
とりあえず、エボタンで始められる？何も操作説明がないんだけど。え、何？ちょ、どういうこと？あ、食べれるかどうかを、早くエボタン押すのかな？なんか。あ、食べ損なうのもダメなの？あ、なんか、なんとなくちょっと今ので分かったよ。オッケー。これが食べられるかどうか？食べれる。あ、食べられない。押しちゃった。ピッチュー、ごめん。ピッチューが食われてしまう。カビゴンに。やばい。あ、これ選べるの？あ、文字を。あ、じゃあちょっと待って。なんか、すごい、結構不安になる BGM だね、ここの BGM。これって、ランクがあんまり高くなかったからなの？それとも、こう、元からこういう音楽なのかな？じゃあ、みつきってことで MTK で行きましょう。OK! 5皿。え、でもなんかすごいな、これ。どこまでいけんだろう？ちょっと、もうちょっとやってみよう。もっとやりたいね。ピッチュ、僕は食べられないよって怒ってるんだろうな。え、やりたいやりたい。もっとやろう。これむずそうだな。あー、押しちゃった。あー、ダメだ。やっぱり押してしまう。なんかさ、ずっと淡々と A ボタンを押してるとね、ダメだね。やっぱりさ、続けて押しちゃうね。あー、でも、21皿行きましたね。いや、もっとやりたい。もっと行きたいぞ。これちょっと、やってみよう。いいとこまで行ったのに。今結構頑張ってたんですよ。52皿まで行けた。すごい。1180点だね、スコアがね。あー、結構いい感じじゃない？ちょっとじゃあそろそろ終わっとこうかな。今の結構行けたんだけど。あー、でも悔しいね、間違えるとね。どうしてもね、ピッチーを食べてしまうね。ダメだね。ゴーってやっちゃう。ごめん。あー、でもこれ面白いな。これ、もっと他のゲームもやりたい。カビを同じタイプだとやめますか？はい。とりあえずやめときましょう。いや、でもこれ楽しいな。こういうさ、ゲーム内ミニゲームみたいなのすっごい好きなんで、自分テンションめっちゃ上がるタイプでさ、これめっちゃ種類あるように見えるけどさ、これ全部集められるのかな？で、またこれじゃあ見つけたら遊びましょう。今回はこれでおしまいにして、え、ちょっと雪見山に行こっか、今日はね。ね、ピカマル、雪見山に行ってみよっか。だって、多分新番組が放送されるっていう前回のお知らせはさ、おそらくさ、ポケモンメニューが気になってる。もう一回遊んだからいいよね。もう一回遊んだからね。やっぱ新番組って、あとはもう残り一つはアニメパート5ってことか。ここのディスクね。このディスクがなくなっちゃったんだもんね。これはでも放送ができないから、とりあえずでも困ってる子は助けに行かないといけないからね。一応じゃあ一回、助けに行きましょう。コイルさんをね。ピカマル行くぞ。ああ、ここに不思議だねさんがいる。ちょっと待ってよ。びっくりした。不思議だねさん、こんにちは。あ、だねだね。あ、かわいい。ああ、本家不思議だねさんですよ。不思議じゃない、背中の谷に何が詰まっている？水、不思議、栄養。あー、酒がないな。残念。酒がないですね。私の背中の谷にはね、酒が詰まっていると噂されているんだけど、酒はないですね。ちょっとね、水、不思議、栄養。まあ、不思議な種だからね、不思議が詰まっているでも正解なんじゃない？でもこれって栄養だったっけ？なんか、
ね、不思議でのこと改めて聞かれると不安になってきちゃう。これ栄養で合ってますか？合っててよかった。なんか改めてさ答えるってなるとさドキドキしちゃうよね。まあ酒水分だからね、水も間違いではないか、もしかして。あ、かわいい。誰だね。あー、やっと不思議だれのカードがゲットできた、嬉しい。ずっとさ不思議だれのカードゲットしたかったのに。うわ、なんかかわいいなこの表情。愛くるしいね。栄養が詰まってんのに、ただにね、種のところからさソーラービーム打つのは見たことある。いやー、会えた会えた。ワリノコさんは前挨拶したからね、一応でも挨拶しとこっか。どうもこんにちは。お金だけ巻き上げることになっちゃうんだけどね。ポケモンクイズ同じのになっちゃうからね、これは動きに反応して反射的に噛みついちゃうんだよね、ワリノコちゃんはね。かわいいね。ピカマル今動いてるから噛みつかれてないな、大丈夫だな。制御できる時もあるのか。クイズに正解すると10ポケもらえるんだよね。あ、ピピカチュウかわいい。じゃあ雪見山のバス待とうか。いや、かわいいな。待ってる時のピカマルもかわいすぎてな。かわいいね。あ、でも来たんじゃない、雪見山のバスは2回目に来るからね。よし、行こうね、行こうね。雪見山で、コイルのね、その大事な大事なディスクがね、なくなっちゃったらしいのでね。でさ、雪見山、夕方の時間にクロバットがいるってニュースで見たんだけど、クロバットさんもしかしている?今夕方5時くらいに設定してるんだけど。ちら。あ、うん、クロバットさんはいないけど、隠れ音さんがいる。ちょっと待って、隠れ音さん、挨拶しましょう。コンサート見ましたよ。プリンと一緒にやってるコンサート見ましたよ、隠れ音さん。キョロ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 動くだけの。隠れ音はファンレターが欲しいみたいだ。部屋でファンレターを書いてあげよう。何それ。え、書く、隠れ音さん。隠れ音さん、ファインプレイだったからね。それでちょっとすごい気になるじゃん。え、待って、もまた、んピタマルはお使いをしたいみたいだ。つまり、ディスクを探すってことかな。こういういろんなとこ調べればいいのかな。どっかしらにもしかしてディスクが入ってる。調べてください、ピカマルさん。あー、かわいいお尻。このお尻見るたびに生きてるわ。かわいいわ。あー、ここに何もなかったね。じゃあ他のとこもちょっと調べてみよっかな。あれ、ここに全部ないんだ。ここにあるかなと思ったんだけど、なかったな。捕まる縦札を見つけた。あ、このコンサートのことね。プリン&隠れ音のコンサート。そう、ここでね、隠れ音さんとね、プリンさんがね、歌を披露したんだよね。え、でもさ、隠れ音さ、挨拶ってまだ全然出てないね。これってでも、もう挨拶できないね。やっぱファンレターが欲しいから、ファンレターを書いてこなきゃいけない?雪玉。これまたピカマルが、この、作ってくれるかな。これ前ね、前回作った雪玉残ってるね。雪だるまを多分ね、ピカマルが作ってくださるんですよ。これもしかして、あー、いいね。継続して来続けるとこれがどんどん完成していくのかな。え、今日完成する？2回目だけど、どうだろう、完成するのか、それともあともう1体くらい必要なのか。雪玉は2個だからそろそろいいはずだけど、この耳となんか手の木とかも集めないといけないのかな。どうなんだ、今日完成してくれると嬉しいんだけど。ピカマル、どう、それ同じくらいの雪玉じゃない、大丈夫？ちょっと上の方ちっちゃくしなきゃいけないんだけど、大丈夫？ピカマル、パンパン。あ、なんかいろいろやってる。あ、雪だるまがダイブできた。あ、ダイブできてるじゃん。あ、かわいい。え、ちゃんと耳までセットしてるじゃん。え、ピカマル、器用だね、ピカマル。これ、作りかけ雪だるま。これさ、うまいこと、なんかあの、目と、ね、鼻とか、ほっぺとか、あともうちょっとじゃんね。今日は完成しないの?今日は完成しないのかな?いや、完成が待ち遠しいね。また、あ、え、完成した、完成したの?
ひかまる、どっから取り出したの今。あ、え、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。いや、ひかまるよく頑張って作ったね。よし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 、慣れてあげるよ、ひかまる。いいぞいいぞ、たくさん作れたね。よかったね。よし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 。あ、可愛い、可愛い、可愛いね、可愛いね。ごめんなさい、イチャイチャしちゃって。え、めっちゃ可愛い。これさ、写真撮りたいんだけど。え、待って待って。え、真実の遺跡？ちょっと気になる。ちょっと気になるけど、ちょっと待って。いろんなことが一気に起こりすぎてパニックになる。この雪だるまめっちゃ、待って、撮影したいんだけど、これ何もなんない？あ、お使いをしたいみたいだ。そうですね。いや、ちょっと待って。でもさ、ちょっと待って。真実の遺跡？ちょっとこれ気になりすぎるから、ちょっと言っていい？結局さ、でもディスクなかったんだけど、ディスクってどうやってゲットするんだよ。隠れ音さんのお使いを終わらせないとディスクが出て、あー、クロバット、クロバットさん、クロバットさん、ここにいらっしゃった。あー、クロバットさん、推しなんですよ。クロバット、大きいよね。いや、やっぱ夕方に設定しててよかったわ。いやー、やった、クロバットの羽は何枚？うわ、めちゃくちゃ簡単な質問だった。クロバットのさ、ポケモンクイズちょっと雑じゃない？これだってもうさ、答えがもう載ってるじゃんね。4枚でしょ？ポケモンニュースでも4枚の羽で有名な、みたいな、言ってたけど。羽が4枚ってそういう、そんなに有名な、なの？なんかその、なんていうか、4枚の羽といえばクロバットみたいな。あ、4枚だよね。改めてこうやって逆に聞かれるとすごい不安になるんだけど。隠された2枚の羽があって実は6枚でしたとか。あ、いや、そんなことなかったわ。やっぱ4枚だわ。いや、ちょっと待って。ポケモンクイズ、ちょっと楽しみにしてたんだけど、クロバットさんの。まさかの羽は何枚っていう、ちょっと雑。うわ、怖っ。あ、怖い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 。めっちゃいいめっちゃいい。あ、このカッて見開いた顔。いいねー。あー、クロバットさん。初期位置のクロバットの顔なんとも言えなくてすっごいたまんない。いや、クロバット。いや、ポケモンクイズそっか。なんかちょっと悔しいわ。4枚。あー、うん、そうね。あ、でもクロバットさん会えた、嬉しい。やっぱ夕方にしておいてよかったな。じゃあちょっとこのままゲンガーさんにも挨拶しようと思ったけど、これは挨拶じゃないんだ。ゲンガーは当選簿している。ヨマワルが持っているヨマワルランプがあれば、どかせられるかも。探してみよう。そんなことあんの？ロコンだ、かわいい。いや、かわいこちゃんじゃないですか、ロコンちゃん。あー、ロコンかわいいよね。やっぱさ、その、初代のロコンかわいいよね。いいよな。ロラロコンもすっごいかわいいけどね。ロコンの成長につれて、色が濃くなり、数が増えるのは体のどこ？これは、歯が色濃くなったら結構怖いね。歯の色が濃くなるはやばいね。これは普通に、球根に向けてっていう感じで尻尾でいいのかな？でも色が濃くなる？ああ、色が濃くなるっていうのは知らなかったな。どんどん色鮮やかになっていくのかな？成長してったロコン。経験を積んでどんどん色が濃くなっていく。あ、なんか背景がすごい燃えてる。燃え盛る炎の中を颯爽と駆けつけるロコン。いやー、ちょっとかっこいいね。イケメンじゃないですか、ロコンさん。かわいいな。でも夜回るランプ？でもさ、ここ、他に何か調べられるとこあるのかな？待って待って。ここもう何も行けなくない？夜回るランプ、ここじゃないのかな？ここじゃないの？もう一個前のとこから来なきゃダメ？ねえ、クロバットさん。クロバットさん、教えてくださいませんか？夜回るランプっていうの。なんかどこまで行ったの？クロバットそんな遠くにいるの？ちょっと待って。クロバットとの距離感、待って、ピカマル？ピカマル？ピカマルが消えた。ピカマル。ピカマル。あ、なんか可愛い。チラチラしてるじゃん。可愛い。そこ登るんだね。独特な動きするね。
いろいろと調べてみたんだけど、ちょっとここでは何もできなさそうだね。とりあえずあの道を塞いでるゲンガーが何かしら、鍵を握ってると思うんだよね。だからヨマワルさんにどっかしらで会わなきゃいけないんだと思うんだけど、ちょっとここではなさそうなので一旦お家帰ろうか。とりあえず隠れ音がさ、なんかファンレターが欲しいって言ってたから、ちょっと隠れ音さんにファンレターをね書いてあげようね。ピカマル、あ、ピピカチュウ、そうだねって、ありがとう。え、ファンレターっていうのはどうやって書けるんだろう。なんか今でもイベント発生しそうだね。これは、あー、ピカマル、なんか用紙をお尻から出したね。ファンレターを書いて、ちょっと待って、座ってる、え、かわいい。その座り方かわいいね。あ、なんかめっちゃポンポンしてる。あ、もう封をした。え、どっから出したんだ、すごい。熱意のままにファンレター書いてるじゃん。ピカマルはファンレターを書き終えた。隠れを届けに行こう。あ、いいですよ、届けに行きましょう。あ、これもう勝手に届けに行ってくれんの。うわ、ありがてえ。隠れ音さん、書いてきました。ピカマルのファンレターだよ。いや、もうニッコニコじゃん。今の笑顔、超かわいい。あ、これでナイスカードくれるの。ありがとう、隠れ音さん。いや、ピカマルよかったね。ワンレターを受け取ってもらえる。ちゃんと声出してるじゃん、レオン。レオン。隠れ音さん。プリンのコンサートではね、その美声をね、披露していただきたかったな。あー、いいですね。あ、ピカチュウ、そしてここに戻ってきてしまったね。これ挨拶で出てるけど、もうだって挨拶したもんね。びっくりマーク。かわいい。なんかぴょんぴょんしてる。ポーズ取ってくれた。え、かわいい。かわいいな、ピカマル。あー、もうここでももう何もすることないから、一旦お家にね、やっぱ帰ろうね。お、花が成長している。きちんと水をやったおかげで、とてもよく成長しているみたいだ。え、なになに、あ、嘘、トゲピーちゃん、トゲピーちゃんが来てる。どういうこと、どうしてどうして、花が咲いたから、チュキチュキ、かわいい。え、でもさ、トゲピー、前さ、海岸にいたよね。海岸でもうクイズはやったから、ねえ、幸せが詰まってるんでしょ。え、海岸からここまで、え、それぞれで分布してる別のトゲピーさんですか。でも、ナイスカードは1枚だけだから。チョキチョキ、かわいいなぁ。いやぁ、なぜここにトゲピーがいたのかちょっとわかんないけど、え、めっちゃ花育ってるじゃん。え、そしてなんかもう、これはつぼめになってる、綿毛になってるってこと？なんか、成長速度が、前こっちは一回水多くあげちゃったんだよね。雨降ってるから水いいよね、みたいな感じだったけど、これってもしかして、知らせちゃうと、あー、待って、ピカマル、大丈夫、ピカマル大丈夫だよ、大丈夫大丈夫、その、ピカマル、もうあの、ピカマル、水あげなくて大丈夫、もう大丈夫だよ。ただちょっと調べてみたかっただけなんだ。ごめんね、ピカマル。これ、あ、B ボタンで調べられるのか。綺麗な花が咲いた。なんか、ユリみたいな花が咲いてますね。上向きだけどね。なんか、独特な咲き方してる。で、こっちは、トゲピーの大好物。白い実。あ、なるほど。この実が好きだから、トゲピーはここに現れたの。ここによくなるって分かったね。これって、何か、あ、なんか起きそう。これは何が起きるの？あ、食べてる。トゲピーの大好物を食べている。ピカマルも大好物ですか？あ、ビミですか？あー、とても美味しかったようだ。あー、とってもビビだったようですね。ピカマル。え、食べちゃったね。もうこれは、もう実はなくなってしまった。これってもう何もできない感じ？これでもう終わり？終わりっぽいね。じゃあこっちも、じゃあ次の日あたりにまた実がなるのかな？そしてまたトゲピーが現れるのかな？トゲピーをここに出現させる方法みたいな感じなのかね。なんか、謎な感じでしたね。これで終わりなのかな？それともまた、あ、でもここにもうトゲピーいないよね。植物のところに行って、やっとトゲピーが現れる。もうトゲピーは海岸で帰ったのかな？どういう仕様なのかわかんないけど。ちょっと、萌木草原行ってみようかな。雨のさ、萌木草原って、あ、でも前行ったか。
なんか水五郎とそうなのだっけ、なんかあれでもあれなんか記憶が曖昧だね。水五郎とあれあえちょチコリタとえヨマワルさんじゃないですか。ヨマワルさんちょっと待って、ちょっとヨマワルさんちょっと先にちょっとえ待って、チコリタ先、チコリタ先でいい、あでもちょっとヨマワルさん気になるな、挨拶しよう。ヨマワルさん、ヨマワルさんを探していたんだよ。ピカマル、なんて言ってる。ヨマワルは、ヨマワルはボールが欲しいみたいだ、探してあげよう。ボールが欲しいみたいだ。ボールといえばさ、この穴でボール遊びしたよね。ここにピカマルボールがあるんじゃない。ピカマル、ピカマル気づいて、ピカマル、この怪しい穴の中に確かなぜかわからないけどボールがあったよね。あ、なんかこのアングルマジで可愛いんだけど。いや、この見上げてくるアングルずるいよね。ピカマルあざといなぁ。わかってる。この子は可愛いよ。よくわかってる。あー、でもチコリータと挨拶もしたいね。ちょっと、でもこれきっとイベントだよね。このヨマワルとのイベントっていうか、このディスクのイベント。このボールをね、じゃあヨマワルさんにあげられる。ボールは探し物だった。はい。これをヨマワルさんにあげられる。あ、もう草を見つけた。これ、ヨマワルさんに挨拶でいいのかな？このまま？これで渡せる？ピカマル、あ、待って、ちょっとどういうこと？これは渡せていないの？ヨマワルと話している。あ、普通に挨拶ができた。ヨマワルに狙われると、ホニャララが登るまで追いかけられると言われている。夕日、朝日、白旗。白旗が登るまで。白旗振ると許してもらえるの？それ、ちょっと優しいんじゃない？これってでも夜の時間ってことだよね、きっとね。じゃあ、朝日かな？白旗振って許してもらえるんだったら、じゃあ、白旗を常に持ち歩いてれば、ヨマワルさん許してくれるんじゃない？あ、あいつ白旗振ってる。じゃあ、許してやるか、つって。優しいな、ヨマワルさん。いや、でもヨマワルこれだって、でもさ、あ、かわいい。あ、かわいいな。でも、ヨマワルってきっとさ、本来夜の時間帯しか現れないんじゃない？ね、今、夕方でもここにいらっしゃるけど、これってもう、このボール、ヨマワルが欲しがっていたボールだ。ヨマワルに届けてあげると喜んでくれるよ。あ、そういうことを、ボールをチェックして、こうやって届けてあげるみたいなことなんだね。あ、もう全然あげますよ。探してたんでしょ、このボール。あげる、あげる。あ、もうなんならピカマルとそのヨマワルでボール遊びしてくれてもいいんだよ。その尊い絵を僕は黙って見つめているから。あ、なんかヨマワルランプ、え、すごいかわいい。目が光ってる。かわいい。あ、ランプいただきましたね。ピカマルよかったね。あ、じゃあこれでとりあえず、雪宮も戻ればいいのかな。この前に、じゃあ、チコリータさん初めてだよね。挨拶しよっか。チッコー。チッコー、こんにちは。あ、チッコー。あー、どうもこんにちは。本家のチッコー聞けましたよ。いや、いいね、いいね。チコリータの頭の葉っぱからはどんな香りがする？スパイシーな香り、茶の香り、甘い香り。え、チコリータの頭の葉っぱの匂い？え、ちょっとさ、匂いについてはちょっとわかんないな。チコリータ、え、でもさ、チコリータいい匂いしそうだよね。甘い香りとかするんですか？え、これでもさ、わかんないな、本当に。あ、甘い香りで合ってた。いやー、そっかそっか。あ、やっぱさすが可愛いね。やっぱ可愛い子はさ、いい匂いさせてるからね。なんか甘いさ、いい匂いさ、する子いるよね。あ、チコ。あ、可愛い。ひたすら頭を振っている。頭の葉っぱをぐるぐる回してる。ナイスカードがすごいね。胴体があんまり動かないのはなかなかないよ。あ、チコ、かわいいね。いや、これかわいいを分かってる角度ですわ。いや、チコリタさん、やっぱさすがだね。くしゃみが出そう。あ、失礼しました。じゃあ、ちょっと雪見山に戻って、ゲンガーさんに弱まるランプをちょっと使ってみようか。